いいつもごご視聴ありがとうございます10番ピン、点ピンの時にスペアボールを使うと1投目のリアクティブボールに比べて曲がりが収まってストレートにボールが進んでいきますがそんなスペアボールの曲がり の違いについてえ今回お話ししたいなと思いますえリアクティブボールですと、まあ、レーンが仮にこうあったとしますよねでまあこれ、まあ、ちょっと分かりづらいんですが、まあえー、10番ピン点ピンですねもうちょっとこ,こう レーンが、まあ、あったとします、まあ、この辺まで、えー、レーンがあります。で、大、え、体、ー、皆さんは、えー、20枚目より、えー、右側の、えー、15枚目あたりですね、えー、3番スパッと落として、 えー、天品の方にボールを転がしていると思うんですが、まあ、このスペアボールであっても、えー、20枚目あたりとだい、ま、た、あ、い178枚目が、まあ、一番セオリーなんですかね一番多いんですかねを使って、えー、この天品に向かって ボールを転らしている方がまあ多いと思うんですがえ僕の場合はあの20番20枚目4番スパッドのちょうど真上を通してえ天秤の方に向けて投げていますでこれ何が違うかと言いますとまずスペアボールであってもえボールの曲がりが 出出やすすいいいところと出にくいとこころろにくの違いがありますどういうふうに違うかというと、うちの方、20枚目あたりを使うほど、スペアを取るときに曲がりにくいです。それはどういうことかというと、まあ仮に、オイルがこうあったとしますよね。オイルがまあこうあります。 で、その時に、えー、20枚目、ど真ん中って言えば、一番この長さ、オイルのレーンから、まあ、ファールラインをちょっと超えたあたりから、まあ、レーン、あのー、オイル塗ってるんですけども、そのあた、えー、りから、一番距離の長いところ、距離ですね、この距離の長いところを、 ボールが通っていますで、打ちに行くほどオイルが少なくなっていったり、コンディションで切,切れ目が入っているので、ボールがないところで若干もう曲がりだしていってしまいます、スペアボールであっても。なので、オイルのあるところを使うほどまっすぐボールが転がってくれています。まあ、角度とかもあるんですが、 まあ僕の教えていただいてるあのプロの方は、まあ、あのセオリーの17枚目ですねを通さずにいつもあのスペアを取る時20枚目使ってますなので僕も20枚目を使っています、まあ、一般的な教え、まあ、大半のプロはまあ角度的なものもあって、まあ、なぜか17枚目が通される方多いと思うんですが人によっては 見やすいからスパッドで行って15枚目3番スパッドを通すっていう方もいらっしゃると思います。で、これがあのリアクティブボールになるとどういった違いが出てくるのかについてお話もしていきたいと思います。今スペアボールの場合のお話をしたんですけどもこれがリアクティブボールの場合だと オイルが薄いところであっても、オイルがなくなるにつれて、ボールが転がって曲がりが出ていってしまうので、スペアボールだと滑っていくんですね。オイルが薄くなくても。だけど、リアクティブボールはボールのコアと重心にボールが傾いていって、そのオイルがないところでこう自然に回転っていってしまいます。 ので、えー、右10枚目と、えー、5枚目に行くほどスペアを取るときに右に行けば行くほど、えー、オイルがないのでそれ、あのー、距離が点ファールラインから、えー、点ピンまでの、えー、距離が短くなってしまいますので、えー、オイル、まあ、コンディション問わずに1投目のときはこれ別に考えてくださいね。 であのえ天品の取るときに距離が5枚目を通すとかなり近くなってしまうのでその分えオイルの通るところが少なくなってしまいますのでボールはえかえ天品の方に体が向いてるので。 切り目のところからボールを曲がり出していって、天品を左にそれていってしまうことが右に行けば行くほどあります。それが、えー、少なくするのがこのスペアボールということになるんですが、リアクティブボールでも、まあ、1投目と同じボールで、まあ、スペアを取られる方はたくさんいらっしゃいますので、まあ、技術な、えー、個人の、まあ 練習法になどによって、まあ、そこは克服できるんじゃないかなとは、まあ、思いますがえ、スペアボールにするほど、えー5万、1番スパッドから4番スパッドまでの通す、えー、痛めが同じぐらい、まあ、近い感覚ですね。近い感覚になります。 オイルがない、ボールの曲がりを抑えられる、その1、5枚目を通すと、20枚目を通すときの差が少なくなります。リアクティブボールになればなるほど、ボールの曲がりが強いボール、オイルに強いボールになるほど、スペアを通るときに曲がっていってしまいますので、 その辺も練習してスペアボールを持っていない方は購入してみてはいかがでしょうか僕もスペアボールを購入し,しましてス,スコアがアップしてきておりますまたスペアボールを使った動画もアップしていきたいと思いますのでチャンネル登録もあのぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の投稿をお楽しみにください